はい、どうも、ヘルムです。今日はですね、群馬県の野球工房みさん来てるんですけど、今回人生で初めて水野の野球スパイクを実はちょっと前にオーダーしてまして、その受け取りにやってきました。水野の金属スパイクですね。結構大昔に履いたことがあって、それがちょっと合わなかったんですよ。3日ぐらいで結構足が痛くなって、まあ、結局そこからアディダスに変えて、アディダスの期間長かったんですけど、新しいソールが出たということでオーダーして受け取りにやってきました。ちょっと軽くそのソールの説明をします。ここですね。樹脂底スパイク5種類、ポイントが2種類。まずこれが SC ソールって言われるやつで、ちょっと外側についてる印象なんですよね。この刃が外側にここついてて、で軽いはめちゃめちゃ軽いですけど、なんか日本のスパイクだと結構自分この中央にあるイメージあるんですけど、これはちょっと外側にある、水野では珍しいかなって感じたこのソールで、こちらがPS ソール。これ多分自分が昔履いたやつですかね。後ろが2本だった記憶があるんで、多分これに近いかこれを履いた気がします。でこれは結構この耐久性がめちゃめちゃいいこの刃だったんですよ、評判が。その当時でめちゃめちゃ前ですけど、で買ったんですよね、練習用か練習試合用かで。けどちょっと自分はこれなんか硬かったイメージがあって、後ろがで、ちょっと個人的には合わなかったっていうのをなんとなく覚えてました。そしてこちらが SP ソール、球が速くなるスパイクというので、このスピードレボエリートにくっついてるやつなんですけど、まあ、これ結構特徴的ですよね。横に全部横向いてて、前後ろはちょっと違うんですけど、前が全部この横向きで設置されてるスパイクで、これちょっと履いたことないです。ピッチャーの球が速くなる系のスパイクで、あとカタログに載ってるやつだとこの CQ ってのがありますね。ちょっと後ろがこう穴が開いてるメッシュ系のやつ、ちょっとこれは今お店にないっぽいです。で自分が今回頼んだのがこの左上の UL ソール、こちらですかね、前が5で後ろが2のやつ。これはちょっと使ったことないというか初めて見たんですけど、まあ、一応ニューってあったんで履いてみようかなっていうのでオーダーしました。はい、というわけで届いたのがこちらなんですけど、まあ、水のプロと黒入りがあって、水のプロの素材、ここのアッパー素材っていうのが水プロと黒入りで変わるらしいですね。まあ、自分は初めての水野のスパイクオーダーってことなんで、今回はこのエナメルなんですけど、これ水プロの方で、グローリーの方がちょっとエナメルでも違いがあるそうです。というわけで開封していきます。今回テーマとかは特に決めてなかったんですけど、まあ、黒系か白系かカラフル系、だいたいいつもこの3つから決めていくんですけど、ちょっと最近ここ数年自分黒あんま使ってないですね。ザ・黒みたいなのは使ってなくて白にしました。白系で届いたのが、実は初めて見ます、こちらです。はい、こちらのホワイトシルバーかっこちょっとゴールド、こんな感じになります。本体カラーがここホワイトですね。でシルバーで、このランバードの縁だけゴールドで、刺繍が入れれるってことで刺繍を入れました。なんかフォントとかもめっちゃありました。でソールがさっき言ったこの前が5、後ろが2のやつですね。結構自分スパイク選ぶときに意識してるのは、結構5年ぐらい前はスパイクも結構派手な色を使ってたんですけど、ここ1、2年はシンプルなスパイクが結構増えてるかなって個人的に感じてて、今回はこの配色にしました。もちろんカラーいっぱい選べるんですけど、いろいろ考えた上でこの配色にしております。でもしこうグローバルエリート履いていって、ミズノのスパイク、まあ、ここ最近のやつ次なと思ったら、またいつかミズプロ行くのもありかなと思うんですけど、まず初めてのオーダーってことで黒襟にしました今回。という感じで、こちらちょっとこの後実際履いてみてレビューしていこうと思います。ミズノは結構使ってこなかったので感覚めっちゃ空いてますね、この金属に関しては。はい、初めて履いたんですけど、まあ、やっぱりまあさすがミズノだけあってですね、フィット感とかそういう軽量感とかはもうさすが大手って感じの、うわ全然イメージと違うわとか全然動きづらいわってのはもうないと思います。ちょっとじゃあ走ってみますか、軽く。なんかちょっとここ不安だなみたいなのは全くないっすね。本当に多くの方が利用しているだけあると思います。はい、ちょっと走ったんですけど、走って思ったことが、噛むときですね。噛むときに、全体で、どっかにこう、前の歯とか後ろの歯に力が伝わるっていうかは、負荷なく、バランスよく着地できる感じがありました。まあ、この辺はいろんなソールがあるんで、なんとも言えないんですけど、ついたとき、足を出してついたときに、この足の裏全体がこう、バランスで伝わる感じ。前の歯にこう、
力が伝わってるとかじゃなくて、バランスよく着地できてて、パンってこう跳ねてるなって感じがするので、それを今一番このまっすぐのダッシュでは感じました。あとちょっと試合で履いてみて、まあ守備の動きとか変則的な動きの時にどう感じるかですね。めっちゃこのソールがグワンって曲がるわけじゃないんですけど、なんかバランスよくこの刃の位置が設計されてるっていうんですかね、このつく時の感じがすごく、前にも横にもあんまりこう負荷がかからないようなつき方をするっていう感じを今受けました。ちょっとまっすぐ走ってみた感じはそんな感じです。こんな感じで、というわけで実際に週末の試合で履いてきました。やっぱり一番は履いた時のバランス感覚ですね。ちょっとこう前に重心がかかって疲れるとかそういうのがなくて、とにかくこう着地した時に全体で取れるというか、それを一番感じました。なのでこの履いてる感覚っていうのは非常に2試合とか履いても疲れないかなっていう感じですね。この日はちょっと1試合だけだったんですけど、その試合の後の疲労感っていうのがなくて、本当に、まあ、乱収じゃないですけど、この野球のスパイクって最初馴染むまで時間かかると思うんですけど、こうすぐに走ったり力のあるプレーできたりっていうので、こう長く履いていけるかなといった感じです。自分はあまりこの水の自体を履いてなかったんですけど、金属スパイクに関してはやっぱり多くの人が使う理由がわかるかなといった感じを受けました。サイズ感としては自分いつも 26.5 なんですけど、まあ、これ 26.5 今回オーダーして、まあ、ちょいゆる、本当に数ミリゆるいかなぐらいで、その辺は全然インソールで調整できるかなというレベルなんで、まあ、同じサイズでいいかなといった感じですね。実際に守備の方が変な動きあると思うんですけど、まあ、ちょっとこう走って弱めてみたいなのあると思うんですけど、それも全然普通に履けましたし、バランスがとにかく良かったので、1試合終わった後に全く疲れてなかったっていうのが率直な感想となります。以上。はい、というわけで実際に水野のオーダースパイク、日数的にはまだ2日なんですけど、自分いつもスパイク履く時に新しいスパイク慣れるまでに何試合かかかるんですよね。けど今回はもう一発目の試合で痛みがなかったので、ストレスなく動くことができました。本当にバランスのいいスパイクだなというのを感じましたので、ぜひこのソールもですね、オーダーの時にも選べますし、既製品でも出てるソールなんで、もし気になる方はチェックしてみてください。そして今回もう一件キャンペーン告知がありまして、こちら今自分が使っているワニクラッシャーの新しく出た赤ワニ、こちらがですね、下取りキャンペーンっていうのが始まったということで、今使っているバット割れてても折れててもいいんですけど、とにかくバットで下取りで対象店舗に持っていくとですね、ワニクラッシャースピード赤ワニが 30% オフで購入できるというキャンペーンがつい数日前から始まりました。普通に買うよりもお得に買えるということなので、もし気になる方はこちら、概要欄に対象店舗貼っておきます。結構多くありましたので、赤ワニちょっと買おうかなと検討している方はこちらのキャンペーン使ってみてください。バットの状態はもう折れてても少年用とかでも昔使ってたで全然 OK らしいので、気になる方はワニクラッシャースピードこの機会に購入検討してみてください。そんな感じでまた面白い企業やったら紹介していきます。それでは今日は少々です。よいしょ。あなたのグラブに潤いは足りてるだろうか。カサついて悲しい顔してないだろうか。そんなグラブに潤いを与える保湿特化のグラブオイル、ゴリラスポーツグラブの守護神クローザー、好評発売中。吹きかけた瞬間その皮は笑顔に変わる。そして今月のプレゼント企画は GS の人気オイルクローザーの小第2本セットを1名様にプレゼントします。使ったことある人もない人もぜひぜひ使ってみてください。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。ガチリオにつかみ方が売りたい、2年後に独立なんて難しい、たださようで帰りを待ち続けるイブちゃんのために、もう逃げ道なんてないぜ。 No 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 my life No no noよっしゃ。